こそ復活の証サーバー、全てを受け止め、そして勝つ。決戦のゴングが鳴りました。チャンピオン三沢、チャレンジャー川田、参加戦。今ファーストコンタクト、クリーンにブレイクしました。三沢対川田も目の前で見ておりました、はい、改めて今日の三沢対川田、どういう試合になりそうでしょうか。そうですね、予想はつかないですよね、はい、これが主体になってくるんじゃないですかね。なるほどね。今度は三沢エルボーつけて、川田ハイキック、小刻みエルボー打って三沢にエルボー、立ち上がった、ハイキック。その立ち上がりの高さから、やはりこういう攻防になる。打撃すごいです。三沢がベイダーを破りました。そして放送席ゲストの小橋さんとの初防衛戦、顔面キック、顔面キックの川田、胸を出して耐える、重厚感がある。そしてエルボー、顔面キック、今度の攻防に持っていこうという、うん、下エメラルドフロー回も当然出てくる。立ち上がりの打撃、そういった、おっと、さあキュル取った、キュル取った、顔面がいき、体がシングルマッチで、いずれもそのいかばかりか、ハイキックです。溜めを作りました。あー、テルド、エルド、タイガードライバー、タイガードライバー一発目、どうだ、川田がびっくりしましたね。そうですね、エルボー打っていきます。川田をロープに飛ばして、自ら取った、マリアットを巻きついた、ドロップキック、綺麗に足が揃っています。飛んだ、エルボー推進だー、熱が、いや、体勢が崩れました。いやー、アート、アート、ナイスしておりました。ハイキック、ハイキックです。ミサを突き下げに振りました。ハイキック、ハイキック、も低下しています。ボディにすらも攻撃、さあ怪我、大きいっていう、ミサはさあ輝いた、耐える、いいリフトあるね。アート、スピンキック、アート、アート、アート、トップ、アート、いつにも増して引き迫るものを挟んでのブレイマスターの体勢。アート、ミサがバックに回った、あと画面キック、ブロックした、ブロックした、画面キックです。三沢リバースで返しました。エルボー打った、バックに待って、バックに待って、エルボーでカットする。三沢輝いた、バックドロップ、エルボーランディング、エルボー、そしてハイキック、あーっと、乱れ打ち、乱れ、蹴りが決まってますよね。ことごとくいいリフト。そして一方の川田は徹底的にこのパワーボールにこだわっている。あとフラフラだ、ランディングエルボー抱え上げた。あとあとエメラルドローズの時、あと川田かわしますね、場内がどよめいています。ピッキング、あと掴んだ、掴んだ、取っている。あとローリングエルボー返した、バックに回った、バックに回った、ミサカット、エルボー、ローリングエルボー、今ストップ、ジャーマンだよ、あと、あー、顔面ハイキック、ガードか、ラリアット、ラリアット、垂直落下、いさ、いや、伊沢村耐える、変えた、5度目の正直、パワーボム丸め込んだ川田、伊沢は束ねて復活なのか、川田、あった、さあ、あった、あった、変えたのか、あった、丸め込んだ、今度は丸め込んだ、さあ、顔面ハイキック、上がった、高く上がった、あった、伊沢こらえて、エルボー打った、ハイキックを取られて、エルボー、デッキの体勢だ、ローリングエルボーレックス、タイガーツーペックス、マグロだ、どうだ、おっと、場内は一点、川田コールだ、あーっと、顔面にパンチが当たった、顔面が1点、バランス、あーの、ランニング、リングの中央だ、ドローキックだった体も曇った表情、あーっと、ボコッという音、あー、エルボー、ジャーマン、スレプレックスホールド。あとあとあとドライバー、タイガードライバー、タイガードライバー、川田立ち上がらない、ここでカバーに行った三沢、カウント3、カウント3、三沢2度目の防衛に成功、そして3度目の挑戦で川田を相手に防衛は